阪神タイガースの歌、通称、六甲おろし、六甲おろしは、日本プロ野球のセントラルリーグに所属する、阪神タイガースの球団歌である。作詞、佐藤壮之介、作曲、古関祐治。1936年に、大阪タイガースの歌の表題で発表され、1961年の球団名変更と共に開題された。変異町長、または、都町長。 現存する日本野球機構12球団の球団下において最古の楽曲である。川崎信用金庫前の歌詞ボード1935年末の大阪タイガース創立に合わせて作られ、翌年3月25日に甲子園ホテルで開かれたチームの激励会で初披露された。また、出席した200人程度の関係者には奥山定吉の編曲、 中野忠春とコロンビア合唱団の歌によるレコードに、製造を委託したプライベート版、レコード番号は A-305 が配布された。一般流通はせず、製造枚数は200から300枚と推定される。このレコードの B 面は、コロンビア管弦楽団の演奏によるインストゥルメンタル、大阪タイガース更新曲で、一部に、大阪タイガースの歌と同じメロディが使われていた。 このレコードは製造した日本蓄音機紹介の後ろ身である日本コロンビアや球団事務所、在販ラジオ局にも保管されていなかったが、1999年にレコードコレクターが所有している番をもとにして神戸新聞の記事で紹介された。その後、コレクターからの提供によって復刻され、2003年にアルバム CD、阪神タイガース選手別応援歌2003に収録された。 なお、原稿版に至るまでの作詞には、右予曲折があり、そのうちの初行版は、相川由美が歌っている。戦後、1961年に球団名が、阪神タイガースに変更され、同時に、球団歌も、阪神タイガースの歌に解題されている。この際、歌詞中の、大阪タイガースが、阪神タイガースに改められ、これに合わせて、曲の一部が変更された。 この改定について、作曲者の古籍は、後年に産経スポーツの取材で、最後のリフレインで、おう,おうおうおう大阪タイガースと歌うのがいいを踏んでいてよかったと述べている。阪神タイガースの歌に解題された際、和歌山明の歌唱を再録したバージョンが、甲子園球場でのタイガース戦で流されるようになった。このバージョンで歌詞を覚えた中村栄一が、 1971年以降のプロ野球シーズンで阪神が公式戦で勝利した翌朝におはようパーソナリティ中村一ですで歌ったことをきっかけに同番組の高い人気と相まって1970年代に多くのファンへ広まった。1972年に発売された中村の歌唱によるレコードは1974年に10万枚以上のヒットを記録し、 1991年には CD 発売された。1985年のタイガースの日本シリーズでの優勝を経て全国的に知られるようになった。なお、六甲おろしという通称は中村が考案したとされる。この番組ではタイガースが勝利した翌日に六甲おろしを歌うのが風習となり、 関西地方の朝の名物となり、この風習は後番組で現在放送中のおはようパーソナリティ道上洋蔵ですへと引き継がれた。球団歌として公認されたのは、1980年にビクター音楽産業から発売された立川住と歌唱のバージョンである。阪神タイガースのホームゲームではこのバージョンが球場内に流され、ファンが成唱した。1992年には、 六甲おろし、阪神タイガースの歌の表題で、シングル CD として再発され、阪神ファンの間で成長とされてきたが、1999年に廃盤となった。その後、ファンの待望の声に応え、2005年に、ビクターから限定発売された、コンピレーションアルバム、大阪ソウルバラード2005に収録された。球場で、立川の歌が使われなくなってからは、 1992年に発表されたカラとヨシノリ歌唱のバージョンが代用された。更新曲風の調子が和らげられ、歌謡曲風にアレンジされていたが、毎日放送が制作に関わっていたことから問題になり、球場では伴奏だけのものを使用することになった。なお、阪神甲子園球場では、球団のマスコットであるトラッキーのアニメーションと共に、歌詞がスコアボードに移される。 なお、ソフトバンク、阪神を除く、セリーグ5球団のビジターゲームにおいて7回攻撃前に流れる、六甲おろしは、これまで通り前術のカラトの歌唱バージョンが流れている。その一方で、2020年2月14日から2週間、限定で公開されている、阪神球団85周年記念の公式ドキュメンタリー映画、阪神タイガース・ザ・ムービー・猛古神話集では、 2017年に87歳で永民した中村が生前に歌唱したバージョンの音源が使われた。また、作曲者の古籍が主人公のモデルになった NHK 連続テレビ小説エール第61話では古籍が大阪タイガースからの依頼で大阪タイガースの歌を提供した実話がエピソードに盛り込まれた。歌詞は1992年12月31日に 日本において著作権の保護期間を満了し、パブリックドメインとなっている。旋律は、日本コロンビアの管理楽曲となっており、演奏に際しては専属開放申請が必要である。1、2、3、一番冒頭に登場する、六甲おろしは、六甲山地から吹きおろす、山おろしの通称であり、主に秋から春にかけて吹くことが多い。井上昭一は、 プロ野球のシーズンが開催される夏に吹くのは、ほとんどが浜風であることを踏まえ、実際の現象と歌詞のズレについて、作詞家の佐藤は、阪神地方の気候について、詳しくなかったのだろうと指摘している。しかし、この歌が制作された、創世期のプロ野球では、大学野球に近い年にシーズン制で、優勝チーム同士で行われる、 年間優勝決定戦が12月初め頃となっており、シーズンを戦い抜いたチームを称える歌詞としては適当であったと言える。正式な歌詞ではないが、阪神甲子園球場では前奏が流れるのに合わせて強い強い阪神タイガースと歌うファンが多い。肩書、き、所属はいずれも最初の収録時点甲子園球場や、 京セラドーム大阪の阪神主催試合で2016年からスコアボードに流される六甲おろしの映像はみんなで六甲おろしと銘打って阪神ファンの各界著名人がリレー方式で歌っているように編集されている2016年には西川隆則がメインボーカルを務めた映像をレギュラーシーズンの開幕戦から第一弾として使用 6月28日の対横浜 DNA ベイスターズ戦からは、チャーがリードギターを演奏したバージョンと、水木奈々がメインボーカルを務めたバージョンを追加するとともに、前述の第1弾と合わせて3つのバージョンをシーズン終了までランダムで使用した。2019年には、阪神ファンの著名人に加えて、在阪民放テレビ局及びサンテレビジョンの アナウンサーや情報番組への出演者も参加。2018年版までと違ってメインボーカルを置かず、出演者全員が歌唱する映像を放送局単位のリレー方式で組み合わせていた。また、女性陣のみで構成される東アッコバージョンも制作。東アッコデート銘打った5月11日の対、中日戦限定で流された。 阪神球団の創立85周年にあたる2020年には、阪神ファンのミュージシャンがタイガースバンドを結成したという設定で、5人のミュージシャンが85周年記念仕様のレプリカユニフォームを身にまといながら、8 5コススペシャルエディション6甲をろしを演奏した映像を制作。以上の設定によって復活したリードボーカルに、水木と岡崎体育が起用された。 この年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で NPB レギュラーシーズンの開幕が当初の予定から約3ヶ月遅れたことを背景に甲子園球場でのホーム開幕戦にあたる7月7日の対巨人戦から放映を開始。ただし阪神球団では上記の影響を踏まえて放映の遺憾に関わらず場内で観客が声を張り上げて 六甲おろしを合唱する行為を禁止している。この措置は2021年も継続しているが、同年放映のバージョンでは、岡崎と岡緑がツインボーカルを務めている。リードボーカルリードギター VTR、出演リードボーカル VTR、出演リードボーカル VTR 出演 VTR、出演アナウンサーリードボーカルその他のメンバーリードボーカル VTR 出演。ありがとうございます。